それでは今日は皆さんが興味があることや好きなことに関連する仕事を一つ選んで、その仕事について調べていくので、先週取り組んだワークシートを出してください。では4ページ目を開いて4から始めましょう。4ではまず先週皆さんが3で書き出した仕事から調べたいなと思うものを一つ選びます。そして4の兄選んだ理由を書きましょう。それじゃ5分間で取り組んでみてください。5分経ったので一旦手を休めてください。それではこれから仕事を調べる方法を説明していきますね。4ページ目の仕事を調べる方法という欄を見てください。そこに書かれているように、ある仕事を知るために調べる方法はいろいろあります。多くの人に知られているような仕事なら、その仕事を紹介する本があったり、インターネットで検索するとたくさん情報を見つけることができます。あとはその仕事を知っていそうな人や、実際にその仕事をしている人に話を聞くというのもいいですね。今日のこの時間はパソコンを使ってインターネットで調べてみましょう。ちなみにインターネットで情報を探すときに注意すべきことがあるんですが、皆さんどんなことを注意する必要があるか分かりますか？インターネットはいろんな情報があって、嘘とか間違った情報もたくさんあるとかですか？その通り。インターネットで調べる際は情報を鵜呑みにしないで、信頼できる団体や組織、あるいは個人が発信している情報かどうか判断する必要があります。例えば検索した時に一番上に出てくるサイトの情報だけを信じてしまうのは危険です。複数の情報源が提供している情報を踏まえて、正しい情報かを判断してみてください。それでは残りの時間は各自インターネットで自分の選んだ興味のある仕事について調べながら、ワークシートの5ページ目以降の質問に答えてみてください。調べてもわからないことはスキップして大丈夫です。はい、ではそろそろ時間になるので手を休めてください。皆さん、インターネットでいろいろ調べられましたか？調べるのに結構時間がかかって、まだ質問に全部答えられていません。それじゃあまだ調べ終わっていない人は宿題にしますので、来週の進路の時間までに調べてきてください。来週は調べたことを班に分かれて発表してもらいます。映像クリエイターの情報っていろいろあるな。あんちゃん、映像クリエイターっていう仕事を調べてるんだ。どんな仕事なの？テレビとか映画とか、あとはゲームとかの映像を作る仕事のことなんだけど、実は映像クリエイターの中にもいろんな仕事があるみたいなんだ。前にいとこのお姉さんからいろんな仕事を紹介している本をもらったんだけど、その中に映像クリエイターのことも紹介されていたんだ。私、将来映画に関係しそうな仕事をしたいなと思ってて、なんか映像クリエイターが面白そうだなって。へえ、そうなんだね。でもインターネットって本当にいろんな情報があるね。面白いけど調べるのはちょっと疲れちゃった。確かに。それじゃあ進路の授業を始めます。今日はみんなが調べた仕事について班に分かれて紹介してもらいます。調べてくれたことを全部紹介すると時間がなくなっちゃうから、ワークシートの5ページ目、いどんなことをする仕事ですかと、うその仕事をするためにどんな資格やスキルが必要ですかと、あとえの興味のある仕事に就くまでの道のりまでを紹介してみましょう。映像クリエイターになるための道のりなんだけど、まず高校を卒業したら専門学校か美術系の大学に進学して専門的な知識を学ぶらしい。専門学校とかで学んだら映像制作会社、テレビ局とかに入社して映像制作をするっていうのが一般的らしいけど、
別に専門学校とかで学んでいないと絶対になれないというわけでもないみたい。その場合は映像制作会社のアシスタントとしてスキルを学んでいく方法もあるみたい。それじゃあ発表の時間はここまでにしましょう。今日はワークシートの5ページから6ページのことを発表してもらったけど、皆さんにはその他にもいろいろと調べてもらっていますね。興味のある仕事を調べてみてどうでしたか？俺はお菓子製品を開発する仕事に興味があるんですけど、そういう仕事がある会社を調べてみて、その仕事のやりがいとか大変なところとか給与とか他の部分も知ることができてよかったです。あと今度は実際にその仕事をしている人に話を聞いてみたいなと思いました。興味のある仕事を調べていくことで理解が深まったし、もっとその仕事について知りたくなったみたいだね。もう少ししたら夏休みに入るけど、休みの間にインターンシップに挑戦してみるのもいいかもしれないね。加藤くんが興味のあるお菓子の開発職のインターンシップがあれば、直接その仕事をしている人に話を聞けるチャンスがあると思うよ。インターンシップについては来週の進路準備の授業で紹介しますね。皆さんこんにちは。今回アンさんのクラスでは興味のある仕事について調べる学習をしていましたね。アンさんたちが使ったワークシートの中には、興味のある仕事の内容に加えて、それができる会社などで具体的にどのような働き方をするのかも調べるような質問の構成になっています。仕事について調べる際は、その仕事の内容を知ることも大切ですが、具体的なイメージを持てるように、いろんな角度からその仕事やその仕事ができる会社や組織について知ることが大切です。例えばワークシートの7ページ目には、その仕事はどんな働き方ができるかということや、8ページ目には勤務形態、10ページ目には福利厚生などの視点で質問が盛り込まれています。また皆さんがそういった視点を持って仕事を調べることで、本当にその仕事に就きたいのか、将来自分はどんな生活をしたいのか、どんな人生を送りたいのかということも考えるいい機会になります。ぜひ高校生のうちにいろいろな仕事について調べて知る機会を持ってみてくださいね。